戦車競争の再現戦車競争は古代ギリシア及びローマ帝国において人気のあったスポーツの一つである。魚車及び馬にとって重傷を負ったり死に至ったりすることさえ珍しくない危険な競技であり、現代においてモータースポーツが人々の大きな関心を集めることに類似している。戦車競争の組織的側面はある部分において 今日のプロスポーツにも似ている。ローマ時代の戦車競争では、財政支援を行うグループごとにそれぞれチームがあり、ことに優秀な業者をめぐっては、その雇用についての争いもあった。こうしたチームは、観客の間に、熱烈な支持を集め、異なるチームのファン同士の間で騒動が起こる、要因ともなった。戦車競争が、単なるレースにとどまらない。 社会全体に影響を与える存在となるにつれ、このようなファン同士の揉め事が政治問題化するようにもなった。ローマ帝国や後の東ローマ帝国の皇帝たちが、これらのチームを統制し、彼らを監視する役職を置いたのもそうしたことが理由である。戦車競争は、西洋では西ローマ帝国の滅亡に伴って、その重要性を失った一方、 東ローマ帝国で存続した。今日の軽画速歩競争の元となっている。また、ドイツのボードゲームであるアベカエサルは、戦車競争を元にして生み出された。古代ギリシア時代の戦車と魚車どのようにして、戦車競争が始まったかについては正確にはわかっていないが、戦車そのものの発生と同じ時代まで遡ると、されている。未経ヌ世界でこの競技が存在していたことは、 それを描いた陶器によって知られる。他方、文字による記録においては、ホメロスのイリアス第23課、パトロクロスの早々競技で行われた、戦車競争に関する記述が最初である。親友、パトロクロスの死を痛んだアキレウスが主催した、このレースの参加者は、リオメデス、エウメロス、アンティロコス、メネラオス、メリオネスであった。 木の切り株を折り返して一往復した、この二刀立ての戦車競争で勝者となったディオメデスは、褒美として女奴隷を一人と大釜を一つ与えられた。死者を葬る際に、このような競技会をも様すことが、特に珍しいことでなかったことは、アンティロコスの老フネストルが、自分が若き日に出場した、同様の競技会について回想し、言及していることからも伺われる。 オリンピアのゼウス神殿装飾戦車競争は古代、オリンピックの起源となったとも言われている。伝説によれば、ピサのオイノマオス王は、娘のヒッポダメアの求婚者たちにレースを挑み、敗れた者たちを殺し、その死体を晒し者にした。そこで求婚者の一人であるペロプスは一計を案じ、王の御者のミュルティロスを仲間につけ、王の戦車に細工をさせた。その結果、 オイノマウス王はペロプスとの競争に敗れ命を落とした。ペロプスはこの勝利を記念するために競技会を始めたとされている。オリンピアにはペロプスの神話にまつわる記念物がいくつも作られていた。ゼウス神殿の東側派フには大見はゼウスを中心にペロプスやオイノマウス、ヒッポダメエアや馬、魚舎たちの像が飾られていた。さらに、 ゼウス神殿とヘラ神殿の間には、ペロピオンと呼ばれる聖域があり、ここにはペロプスが葬られたとされる塚があった。ギリシアン内記の著者パウサニアスは、この場所で、ペロプスの肩甲骨が見つかったと書き残している。大会ではペロピオンにおいて、黒い羊を生贄にに捧げ、ペロプスを弔う儀式もあったとされる。折り返しを示すために建てられた標柱の一つには、 ペロプスに勝利の冠を捧げるヒッポダメイアの聖堂像も飾られていた。ペロプスはヒッポダメイアに連母していたミュルティロスとの約束を保護にし、彼を騙して崖から海へと突き落とした。利用されたことを知ったミュルティロスは絶命する前に、ペロプスを呪い、以降、ペロプスの一族は呪われた家系と呼ばれることになる。オリンピアの聖域内にあった。 おいのマウス王の宮殿の名残とされた柱は、崇拝の対象となっていた。また、折り返しの氷柱の一方のそばには、馬脅しと呼ばれる場所があり、祭壇が置かれていた。その場所に来ると突然、馬たちが暴れ出すことからその名がついたものであるが、現在では、太陽が目に入る場所だったからと説明されている。 当時のオリンピアではこれを、オイノマオス王やミュルティロスの亡霊の仕業と考えた人々もいた。このような馬脅しは、ヌメアやイストミアの祭典競技でも見られ、それぞれ異なる亡霊が馬たちに干渉しているものとされた。四頭立ての戦車デルポイの御者像ラ白草湿度のコイン、四頭立ての戦車を狩る御者とその頭上を飛ぶ、勝利の女神ニケコ大オリンピックをはじめとする、 ハンギリシア的規模で開催された競技大祭では4頭立て及び2頭立ての戦車競争が行われた。両者の違いは馬の数だけである。戦車競争が最初に古代オリンピックの競技に加わったのは紀元前680年とされている。レースはまず競技場への行列から始められ、伝令はその間、魚車と戦車の持ち主の名前を読み上げた。 オリンピアの競技場は、長さ約600ヤード、幅は約300ヤードあり、同時に60台までの戦車が競技することができた。競技場は、丘の真下、幅の広い川のたもとにあり、おそらく1万人の監修が収容可能だった。テトリッポスは、両端に急な折り返し点の標柱がある競技場を12周、するもので、レースを開始する際に降ろされる。 スタートゲートをはじめ、様々な機械装置が用いられた。パウサニアスによれば、それらの装置は建築隠れをいたすによって発明されたもので、外周にある戦車が内周の戦車よりも先に出走できるように位置をずらした構造となっていた。レースは、外側の戦車が内側の戦車よりも先にスタートし、おおよそすべての戦車が一列に並ぶ最終ゲートが開いて、 初めて実際の開始となった。レースの開始は、和紙とイルカと呼ばれる装置が高く掲げられることで示され、これらの装置は、競技が進むと残りの周回数を示すために下ろされた。これらはおそらくそれぞれの生物をかたどった聖堂の彫刻で、スタートラインの標柱に設置されていた。裸で行っていた他のオリンピック競技とは異なり、 戦車競争の魚車たちは衣服をまとっていた。これはおそらく馬や戦車が巻き上げる粉塵や流血を伴う事故から身を守るためという安全上の理由があったと考えられている。魚車たちはキスティスと呼ばれる衣を身につけていた。これは足首までの長さがあり、ウエストの高い位置に簡素なベルトをするものであった。背中の上部で2本の革紐を交差させることで、 レースの間、キスティスが風をはらんで、膨らむのを防いでいた。現代の競馬の機種と同様に、戦車競争の魚車たちには、体重の軽いものが選ばれた。しかし同時に、背の高さも、必要とされたため、しばしば10代の若者が魚車となった。競技に用いられた戦車は、戦闘に用いられる戦車を改造したものである。戦車は、基本的に2つの車輪を持つ。 屋根のない木製のカートで、この時代にはすでに戦争では用いられなくなっていた。魚者は定まった位置にその両足を置いたが、カートにはスプリングがなく、直接車軸の上に乗っていたため、戦車はガタガタと揺れ、カートに乗る者はその激しい振動に耐えねばならなかった。少なくとも観客にとって、 戦車競争の最もエキサイティングな部分は、競技場の両端にあった折り返し点である。パトロクロスの早々競技において、ネストルは我が子に対し、勝負の鍵は折り返し点においていかに馬を操るかで、あると解いて、体を左に軽く傾け、外側を走る、馬の手綱を緩めながら、内側の馬には、折り返しの標中ギリギリを走らせるよう指示している。 これらの折り返しは非常に危険で、ソポクレスの悲劇、エレクトラで描写されているように、馬が暴れて玉突き衝突が起きたり、タズさ裁きを誤って氷柱にぶつかったりする事故が発生、しばしば命に関わるほどであった。折り返し手により前で競争相手に転覆させられていない場合でも、このような事故に巻き込まれる可能性はあった。故意に競争相手に向かって、 衝突を仕掛けることは、ルール違反であったが、起きてしまってからはどうすることもできなかったし、偶発的にも、このような事故は起こり得た。戦車競争は、スタディオン層ほど高い評価を受けるスポーツではなかったが、例えば非常に早い時期に、五輪競技から外れた競馬のようなそれ以外の、馬術競技と比べると、より重要なものとして位置づけられていた。未経ネ時代には、 魚者とオーナーは同じ人物であり、それゆえに優勝した魚者自身が賞を受けた。しかしながら、ハンギリシア協議会の時代までには、大抵のオーナーは奴隷に実際の戦車の制御をさせるようになり、魚者ではなくオーナーが優勝商品を受け取るようになっていた。キュレネの王、アルケシラオスは彼の奴隷だった魚者がそのレースで唯一ゴールしたことにより、 紀元前462年のピューティア大祭の戦車競争に優勝した。ペロポネソス戦争中の紀元前416年、アテナイの将軍アルキビアデスは7台の戦車をレースに出走させ、1位と2位、4位となった。彼自身が7台べての戦車に乗るのは明らかに不可能である。マケドニア王国のピリッポス2世も彼がバルバロイではないことを証明するために、 オリンピックの戦車競争に優勝した。もっとも、もし彼が自ら戦車の御者となっていれば、蛮族よりも下の身分のものとみなされたであろう。しかしながら、詩人ピンダロスは自ら戦車を買った、ヘロドトスの勇気を称えている。なお、ピリッポス2世は、自らのオリンピアにおける、戦車競争優勝を記念して、金貨や銀貨を鋳造させた。これらは、 フィリッペンオイと呼ばれ、戦車と魚車を描いた図案は広くヘレニズム世界に普及した。戦車のオーナーを勝者とする、このルールは、競技会に参加したり、競技を観戦したりすることすらできなかったという、事実にもかかわらず、女性がレースに勝利することが技術的に可能であることも意味していた。これは稀に起きたことであるが、最もよく知られた例は、 スパルタの王アルキダモス2世の娘、キュニスカであり、彼女は戦車競争で二度勝利している。戦車競争は、ギリシア人にとって、競技会においてその富を誇示する場であり、非常に金のかかるものであった。リュクルゴスは都市に、壁や神殿を建設するほどにはこのスポーツは、有益なものでないと批判している。アリストパネスはその擬曲、雲の中で、 戦車競争に夢中になり家の金を浪費する、貴族趣味の息子に頭を悩ませる父親の姿を描いている。戦車競争は、ギリシア世界における他の競技会でも行われ、アテナイで開催された、パンアテナイや競技会においては、最も重要な競技であった。これらの競技会では四等立ての戦車競争の優勝者には、オリーブ油が140アンフォラ与えられた。 これは非常に高価な商品であり、競技者がその競技人生で持ちいきれないほどの量なので、その大半は他の競技者に売られたものと考えられる。パンアテナイア競技会にはアポボタイもしくはアナボタイの名で知られることなる形式の戦車競争が存在した。これは魚車が戦車から飛び降りて一定の距離を戦車と並んで走るというもの。 そこから、さらに再び戦車に飛び乗るというものである。これらのレースでは、魚車が飛び降りて走る間、手綱を握るもう一人の魚車がいたが、もちろん、そのいずれの魚車も、勝者とは見なされない。魚車が、戦車に乗っていようがい前が最初にゴールした戦車が、優勝となり、また事故にあった場合でも魚車が自ら歩くことが、できるならば、徒歩で、 ゴールラインに達した場合も勝利とみなされた。戦車競争の勝利者戦車競争の再現中央に分離帯があるローマ人たちに戦車競争を伝えたのはおそらくギリシア人を通してこのスポーツを知ったエトルリア人たちであるが紀元前146年にローマ帝国がギリシア本土を征服するとギリシア人から直接に影響を受けた。 ローマの伝説によれば、戦車競争はロムルスが、紀元前753年に、ローマを創建した際、サビニ人たちの注意をそらすために用いられた。サビニの男たちが、戦車競争のスペクタクルに興じている間にロムルスと、その部下たちは、サビニの女たちを捕まえ、連れ去ったのである。この出来事は、サビニの女たちの略奪として、より一般に知られている。 古代ローマにおける戦車競争の中心となったのはパランティーノの丘とアベンティーノの丘の間の谷にあった大競技場で25万人が収容できた。競技場はエトルリア時代にまでおそらく遡ることができるが、紀元前50年頃、ユリウスカエサルによって縦約621メートル、横約118メートルの規模に再建された。 トラックの一方の橋はもう一方よりも幅が広くなっており何台もの戦車がレースのために並ぶことができるようになっていた。ローマ人はギリシア人のヒュスプレクスにあたるものとしてカルケレスとして知られるゲートを用いた。それらはヒュスプレクス同様にスタート位置をずらしたものとなっていたがローマ期のレーストラックにはトラックの中央に分離体があった。カルケレスは トラックの端に角度をつけて設置され、戦車はバネを仕込んだゲートに入った。戦車の準備が整うと、皇帝が、マッパと呼ばれた布を落とし、レースの開始を知らせた。ゲートは、バネの力で開き、すべての出場者を全く公平にスタートさせた。レースが一旦始まれば、戦車は、互いの前に進み、競争相手の車を、 スピナエに衝突させようと試みることができた。ただし、映画、ベンハーアーで描かれたような、車軸に取り付けられた刃物が、敵の戦車を破壊する、ギリシアの車輪は実在しなかった。スピナエには、卵と呼ばれる、ギリシア時代の、イルカのような装置があり、スピナエの上部に沿ってうがたれた走路に落ちて、残りの周回数を示した。時代が下がるにつれ、スピナは、 肖像やオベリスク、その他芸術的な方法によって装飾が施され、非常に成功に作られるようになった。これによって慣習は、スピナの向こう側を走る戦車を見ることが難しくなったが、当時の人々は、これが、より感染の興奮を盛り上げるものと考えていたようで、ある。スピナのそれぞれの端には折り返し点を示す標柱があり、ギリシア時代の時と同様、 監修の面を奪う衝突は、この場所で見ることができた。戦車が壊れ、魚車や馬が行動不能になる衝突は、ナウフラジアと呼ばれ、これは、ラテン語で、ナンパを意味した。魚車は、相手の馬を鞭打つことで、馬の集中力を逸らし、ナンパに導くことは認められていたが、相手の魚車を鞭で打つことは禁じられていた。戦車のスピードは、直線部分では、 時速 70km にも達したため、車輪の軸の発熱を冷ますため、走路の脇から水をかけて冷やすこともあった。メタへの折り返しカーブに差し掛かる部分では、速度は落ちるが、それでも時速 30km から時速 40km 程度の速度は出ていたものと考えられる。レースそのものはギリシア時代のものとほとんど変わらなかったが、ローマ時代には、 毎日、何十ものレースが、時には年に何百日も連続して行われていた。しかしながら、走行距離は、ギリシアの12週から7週へ、後には1日あたりのレース数を増やせる、要5週までとなっていた。さらに、ローマ式の戦車競争はより近建的であり、御車はその仕事を専門とする、者たちで、掛けごとも、慣習の間で幅広く行われていた。 4等立ての戦車を用いるクワドリガエと2等立てのビガエがあり、クワドリガエの方がより重要であった。稀に魚者が自らの技術を誇示するために10等立ての戦車を用いることもあったが、実用的というにはほど遠かった。ギリシア人とは異なり、ローマ期の戦車競争の魚者たちはヘルメットや頭部を保護するものを被り、 ギリシア人が手綱を両手に持っていたのに対して、ウエストに手綱を巻きつけていた。このためローマ人は、戦車が横転死御車台から放り出された際、命を落としたり、自ら脱出に成功したりするまで、手綱に絡まったまま競技場内を引きずられることがあった。このような状況に備えて、彼らは自ら、手綱を切るためのナイフを携えていた。 いくつかの部分で不正確なところはあるものの、この時代の戦車競争の最も有名かつ、最良の再現は、映画、ベンハーに見ることができる。ただし、多くのハリウッド映画に登場する二輪戦車は、あまりにも大きく重すぎるため、将軍の外戦行進には最適であるが、実際の戦車競争では、もっと軽く、車輪も小さく、重心が低い車体が使われていたと考えられる。 このようなレース用の車体は、耐久年数も短く、おそらく競技後に分解されるか壊されてしまったと考えられるため、現代まで残っているものはない。映画等で参考にされているものは、おそらく、エトルリア人の墓などから発掘された、外線更新用ものだと推察される。もう一つの重要な違いは、戦車の漁車たち自身が、ギリシア時代同様、 その多くの者が奴隷であったにもかかわらず、競争の勝者とみなされた点である。彼らは、月景館とおそらく、いくらかの賞金を獲得し、十分な数の勝利を得れば自由民としての身分を買うことができた。漁者たちの平均寿命は長くなかったため、彼らは、生き残っていることそれだけで、全帝国規模での有名人となることができた。このような著名な漁者の一人に、 スコルポスがいる。彼は27歳でメタに激突して死ぬまで2000以上のレースに勝利した。馬もまた有名になったが、こちらもその寿命は短かった。ローマの人々は著名な馬の名前や品種、血統を詳細に記録している。また、1127回の勝利を収めたカルプルニアーヌスや、 1462回の勝利を、収め3度に一度は勝ったと伝えられているガイウス、アップレーウス・ディオクレースも有名である。カルプルニアーヌスは100万セステルティウス以上の、ガイウスは3600万セステ,テルティウス以上の、賞金を稼いだと考えられている。共和制ローマにおいてそうであったような、政治的もしくは軍事的な関わりを、 帝政ローマにおいて持たなかった貧しい人々は無料で競技場に入場することができた。富裕層は場内がよりよく見え屋根のついた座席を買うことができ、レース結果について掛け事をしてほとんどの時間を過ごしていたと考えられる。皇帝の宮殿は競技場のそばにあり、しばしば皇帝も観戦に訪れた。これは一般の人々にとって 彼らの指導者を目にする数少ない機会の一つであった。特にユリウスカエサルは人々が自分のことを見ることができるようにしばしばレース観戦を行った。もっとも彼自身はレース自体にあまり関心がなかったらしく大抵読むものを手に競技場へやってきた。劇場へ赴く際にも書類仕事を持ってきていたのでそのためにあまり好意的には受け取られなかった。 ネロはほとんど他のすべてを除いて、戦車競争に関心を持っていた。彼は自ら御者となり、ローマ時代当時まだ開催されていたオリンピックの戦車競争で優勝した。ネロの下で主要なレーシングの党派の発展が始まった。四つの最も重要な党派は、赤チーム、青チーム、緑チーム、そして白チームであった。それらはまず競争場を生産する。 様々な旧社の関係者や講演者たちとしておそらく成立したが、それに対して、ネロテはこれらが彼の支配をほぼ超えて発展できるように助成を行った。各々のチームは1レースあたり3台までの戦車を持つことができた。同じチームの構成員同士はしばしば互いに協力して、例えば、スピナに向けて相手チームが衝突するように仕向けるなどして、 他のチームに相対した。魚社は今日、スポーツ選手が異なるチームにトレードされるのと同様、所属チームを変更することができた。テルトリアヌスは、当初たった二つの党派、冬を祀る白チームと夏に捧げられた赤チームしかなかった、という説にことを唱え、三世紀初頭頃、彼は、赤チームは、軍神マルスに、白チームは、西風の神。 ゼフィロスに、緑チームは、母なる大地もしくは春に、青チームは、空と海もしくは秋に献じられていると書いている。トミティアヌスは、紫チームと金チームの2つの党派を作ったが、すぐに、それらは消滅した。3世紀までには、青チームと緑チームの実が重要性を持つようになっていた。ローマ帝国領内には、多くの戦車競技場が存在した。 ローマ郊外にもマクセンティウスの競技場のように主要な競技場があった。アレキサンドリアやアンティオキアにもあり、ユダヤではヘロデ大王が4つの戦車競技場を建造した。ベネツヤサンマルコ寺院の像330年、コンスタンティヌス一世は新しい首都コンスタンティノープルのカイトと同時に戦車競技場を開場した。ローマ人ほどには 多くの記録や統計をビザンツ人は残していないが、東ローマ帝国はローマ世界のパンとサーカスの伝統を受け継ぎ、戦車競争は祝日や皇帝の誕生日など、帝都の祝祭に欠かすことのできない工業として市民の人気を集めた。競技場には御者の像が建てられ、肖像オ入りのメダルやカメオも作られた。コンスタンティヌス大帝は、 異教崇拝の残死とみなしていた、剣闘士競技よりも、戦車競争の方を好んだ。敬虔なキリスト教徒であった、テオドシウス一世によって、異教を廃止キリスト教を推進する、動きの中、オリンピックは394年についにその歴史を、終えたが、戦車競争の人気は衰えなかった。コンスタンティノープルの競技場は、皇帝の宮殿と、 聖ソフィア大聖堂とつながっており、観客はローマでそうであったように皇帝の姿を見ることができた。ローマ帝国において戦車競争が賄賂やその他の不正の温床となったことを示す証拠があまり見られなかったのに対し、東ローマ帝国においてはより不正が多かったと考えられている。ユスティニアヌス一世が改革を行った法律は御舎に、 大使自らの競争相手に向かって悪態をつくことを禁じているが、さもなければ無意識の不正や賄賂などがあったようには思われない。チームカラーの服を着るというのはビザンツキの衣服における重要な側面となった。東ローマ帝国における戦車競争はローマ風のレーシングクラブも持っていたが、この時代においては青チームと緑チームのみが重要であった。 5世紀において最も有名な魚舎の一人であるポルフィリウスは青チームと緑チームの両方に別々の時期に属していた。しかしながらそれらは今や軍事的、政治的、進学的な問題における影響力を持つ単なるスポーツチームとして以上の存在となっていた。例えば保守的な青チームは両性説を取る正教会を信仰し、 しばしば皇帝に支持された。これに対し、革新的な緑チームは、単性説に組みしていた。またストリートギャングのようなものとしても発展し、強盗や殺人の原因ともなった。このような集団による暴動は、ネロの治世にまで遡るが、5世紀及び6世紀にかけてのこの時代においてその絶頂に達したのは、ユスティニアヌス帝世紀の532年。 二課の乱であり、この事件の発端はこれらのチームの構成員が殺人罪で逮捕されたことによる。戦車競争はこの事件を境に隊長を始めるが、この頃までにレーシングチームや皇帝にとってすら非常に金のかかるスポーツとなっていた。旧世紀までに白チームは青チームに赤チームは緑チームに吸収された。この吸収によってできた二つのチームは、 地域的な民兵組織を形成し、帝国の巨大なヒエラルキーに組み込まれることとなった。東ローマ帝国がイスラム帝国の信仰を受けて、領土を縮小させていった7世紀以降は、レースの開催数が減っていき、皇帝の誕生日や5月11日のコンスタンティノープル解凍記念日などに開かれるのみとなったが、 コンスタンティノープルの競技場は1204年に第4回十字軍による略奪を受けるまで、代々の皇帝たちにとっての戦域であり続けた。この略奪の際、十字軍は聖マルコの馬として知られる像を競技場の建物から取り外した。これら4体の聖堂像はもともとコンスタンティヌス大帝によって建造された4頭建ての戦車を模した記念建造物の一部であった。 これらは現存し、現在は、イタリア、ベネツィアのサンマルコ寺院に置かれている。ホメロス、イーリアス岩波文庫、1992年、ピアニッシモ、346から364、ISBN40 億321万220、ジュディススワドリング、古代オリンピック、日本放送出版協会、1994年、ピアニッシモ、27、 51-93-ISBN 41億492343岡田大輔、戦車競争古代オリンピックの花桜井真理子橋場元編古代オリンピック岩波新書2004年 P131 ソポクレスエレクトラ高津春ホカ分けギリシア悲劇通築馬文庫 P219 スワドリング前景 ピアニッシ二28から29、94、98、古代オリンピックの名で知られる、オリンピア大祭のほか、ピューティア大祭、ネメア大祭、イストミア大祭を指す。ホメロス、前傾、ピアニッシ百349から350、ソポクレス、前傾、ピアニッシ百255から258、沢田のりこ。 ヘレニズム世界と、オリンピア桜井、橋場、前景、ピアニッシモ、168から169、ISBN40 億430万9018、アリストパネス、クモ、ギリシア喜劇アイアリストパネスチクマ文庫、1986年。 ピアニッシュも220から 221ISBN 44億 82616University of Chicago Encyclopedia Romana Essays On the History&Culture of Roma Sarkas Mach しますハット ABCD アルベルト・アンジェラチョローマ帝国15000キロの旅 P350P362ISBN978 から4から309225890アルベルト・アンジェラチョローマ帝国15000キロの旅 P365ISBN978 から4から309225890ミシェル・カプラン黄金のビザンティン帝国文明の十字路の1100年草原社1993年 P67 ISBN 9兆7844億2221万780カプラン全景 P68 ありがとうございます